レゴランド・ウィンザーは1996年にイギリスのイングランド・バークシャー・ウィンザーにできたおもちゃのレゴの世界観を題材とした世界で2番目の開園となったレゴランド・パークである。レゴランド・ウィンザーはイギリス・イングランドのバークシャー州ウィンザーにあるロンドン郊外のレゴランド・パークのなった。 1996年にウィンザー・サファイリ・パークの敷地内にレゴランド・ビジン・リゾートに続く世界で2番目のレゴランド・パークとして開業した。パークや公式ホテル、商業施設などをすべて合わせてレゴランド・ウィンザー・リゾートと呼ばれている。このレゴランド・パーク内は2005年にブラックストーングループが土地を購入した。そのため現在はマーリンエンターテイメンツによって運営されている。 10個からなるテーマエリアがある。2016年8月11日にレゴランド、ウィンザーリゾートの海賊エリアに訪れていた6歳の少女たちが男から性的暴行を受けたとして母親が BBC の番組に出演した。チェックインの時間は15時 -23、59でチェックアウトの時間は10時。約百五十室ほどあり、ホテル内のレストランや客室。 商業施設等なども、レゴを題材としている。ありがとうございます。